加納は塩加納は塩明治35年10月27日は、新選組大使、ご両英氏。通称は道之助、別名を伊豆太郎。維新後は道広と改名。天保十年、伊豆国加茂群可能村に、農民、高野智平の長男として生まれた。若くして、剣術修行のため江戸へで、深川佐賀町にあった、北新一刀流千葉道場に入門。 後、伊藤大倉に指示した。一方で、久保田鎮勝の神奈川奉行所勤務に、篠原大野心と共に随行し、横浜外国人居留地の警備の任についた。源氏元年10月、伊藤らと新選組の大使募集に応じて上落。後加盟へ。翌年春の組織再編で五条となったが、慶応3年3月、五両英氏の結成に参加して新選組を離脱した。 同年11月の油の工事事件では難を逃れて脱出し、薩摩藩邸に保護される。同年12月18日、篠原ら御両栄氏の生き残りとともに油の工事事件の報復として、伏見街道で近藤勇を襲撃した。母親戦争では新政府軍に参加する。同年4月4日、下佐流山にて、 正体を偽って官軍に投降した近藤を判別し、結果、近藤は捕獲、斬首された。維新後は開拓し、農商務省などに出資し、明治35年10月に東京麻布で死去。去年64。墓所は青山霊園。ありがとうございます。